ナスティの大冒険 YouTube 版、無人島で2泊3日0円生活。とりあえず待っててもしかたないね。行きます。氷で一つ、雨を氷で一つ。なんとナス D、サメを刺しに海に潜った。しかしここで仕掛けにかかったサメとは違う別のサメがナス D の周りをぐるぐる、さらにナスの下まで泳ぎ始めた。しかも2匹、ナス D がなんと海中でサメに囲まれた。ナス D 大丈夫か。さらにもう1匹増えた。それでも慌てないナス。というのもサメは視力が悪いため、餌と間違われないようなるべく音を立てずに泳げば食いつかれる可能性は少なくなるという。そして森を構えながら水中の様子を確認。水中カメラが来るまでの間はナス D 本人が撮影を行う。近づいてきたサメはなんと森で威嚇。じっとしながら追い払う。カメラに体当たりされても息が続くまで動かなかった。そんな風に海中で耐えながら、ここで一旦岩場に退散。背後から別のサメに襲われないよう岩場を背にして撮影を続ける。何してるんですか。でサメ撮ってんす、はい、サメ撮ってんす。気がなくていいんでサメを撮ってます。あ、今そこで待機してるんですか。待機っていうかサメ撮ってます。待機はしてないです。待機したのは崖の上の中川さんです。中川さん、水中カメラだけ。小さなサメは好奇心旺盛で水面から襲ってくる。一方大きなサメは警戒心が強く深いところから急に襲ってくる。話しかけてもらうとサメ来るかもしれない、ね、今は本当とりあえず話しかけないでください。危ないんで。はい、わかりました。視力の悪いサメは振動する音に反応するため、間違って噛みつかれないようまずは静かに待つしかなさそうだ。ナス D がこの3日間生き餌と巻き餌を流したので、サメが周辺に居ついたのと、今日仕掛けた魚の血、さらにさっきかかったサメの振動で他のサメも寄ってきている。まさかのサメフェスティバルだ。こんな中、仕掛けにかかったサメを引き上げられるのか。とここで一匹のサメが急接近。水中カメラの様子は、めちゃくちゃ怖い。周りをゆっくりと回遊しているようだ。その後帰ったと思いきや、勢いをつけて再びナスに接近。そしてもうアタック。今のところ噛みついてきてはいないが、これが大型のサメだと大変なことになる。ここでようやく水中カメラと合流。仕掛けにかかったサメの元へ。ロープを手繰り寄せるとしっかりいた。他のサメがいる状況を考えると、こいつは早めに持ち帰りたい。ここでなんと森をぶっ刺した。急所のエラに入っている。さらに暴れるサメの群れを抑え、もう一撃。そして岩に。この攻撃で脳震盪を起こしたサメ、ナスは背びれを掴んだ。
他のでかいサメが襲ってくる前に早く持ち帰りたい。するとなんとサメに大ドン。こんな浮きはあったぞ。こうしてなんとか崖へと到着。あとはサメがおとなしくしている間に崖の上に引き上げるのみだが、ここでも巨大ザメが襲ってくる場合が。なので急いで崖へと登り、そしてよし引き上げよう。そこの岩場まで来てるんだけど。これは何するんですか。サメ引き上げます。抱き寄せて連れてきたサメを引き上げます。ちょっと上には上げれなかったんで、あのまま危なかった、ね、危険性を感じたんで。ここにいます。この引き上げたサメは全て一人で骨まで食らう。よし、よし、上がった。ここでサメが暴れだした。うわ、危ない。ちょっと待って、噛んでくるんですよ。まだ噛んでくる、ちょっと。果たしてその大きさは。ちょっと意外とでかい。1メートル半ぐらいですかね。ようやくサメを崖に引き上げたが、崖からサメ釣りました。しかもこのサイズだと手で引き上げれた。ギャフで引っ掛けた。なんか水中カメラの中川さんとかが急にちっちゃいなっていう雰囲気出し始めた。そうですね、はい、小さいです、ね、小さいです。小さいですか。もうこれちっちゃいって言われたらおかしいって感覚。これ子供かもしれない。子供、いや子供ではないでしょ。これこんな子供います。怖すぎます。子供で 1.8m。 そうそう、ホウジロザメは子供でも 1.5 から 1.8 あるんですよ。これでかいですよ。でも通常はこれ大きいってなるやつですよ。一番でかいやつこの倍ぐらいありました。うわー、倍ぐらいです。大きい。あれですか、これちっちゃい方ですか。ちっちゃいです。いや、ちっちゃくないでしょ。何度も小さいと言われるので、もう一匹狙うか。このサイズだとでももう長距離狙ってもいいですけどね。もう半サイズでかいの狙いましょう。うわー、すごい。これは確かにナイロンだと切れますよね。まあでもこのぐらいのサイズだと料理できるな。はあ、でもやっぱ綺麗ですね、サメ自体が。この魚体がここだけ見てるとカジキみたいな。わっ、全然飛んでない。あ、なんだ、海の方向分かってですね、バッタバタして向こうに逃げようとしました。サメって世界で509種類いるんですよ。その中の7割がサメって世界で509種類いるんですよ。その中の7割がエラーが 1,2,3,4,5。 サメは5個ですもんね。 A が6個でした。メスですね。このおちんちんがないです。オスが2個こう生えてる、サメの生殖器って。だから普通魚類って卵に精子かけるじゃないですか。サメはちゃんと交尾するんですよね。胎生の魚なんですよ。でお腹の中で卵ができるんです。お腹の中で孵化するんですよね。大きくなってから出てくるんですよ。面白いんですね。普通の魚って何千匹とか何万匹とか何億匹って卵を産んで、いっぱい産んで自然環境の中で減っていくっていう、たくさん産むっていうのを取ったんですよ。サメは人間と同じようにほんとちょっとしか産まないんですよ。10とかで、物によっては1匹なんですよ。魚類なのに少ない数の子供を産んで育てるっていう、少数性をちゃんと見て育てるっていう形を取ったんですよ、サメは。で4億年もの間生きてるんですよね。だけど最近人間が増えてきて減っちゃったんですよ。サメって世界で509種類いるんですよ。その中の7割が絶滅危惧種にカウントされてるんですよ。だからカウントされてるんですよ、こいつ。絶滅しそうなってるやつ取ってるんですよ。だからあの日、豊子 VS 霊長類最強の女性吉田沙織 VS 破天荒のナスちょっとだけみたいな、うん、ただ僕はどんだけ放送尺が短くてどんだけ目立たなくてももうスイッチ入ってますと覚悟を決めていたのだ。では取ったサメを一人で全て食らうのに何日かかるのか。もうちょっとしたらアンモニア臭が出てくるんですよ。腐ったりしたり病気になったやつ酸性なんですよ、筋肉は。だけどアンモニア臭でアルカリ性を出して酸性を中和させて腐ったりとかするのを守ってるんですよね。だからサメって理論上は年取らないはずなんですよ。一生生きてれるはずらしいんですよ。そうですよね。サメは年を取らないというが、だからサメがアンモニア臭するから食べれないってわけじゃないんですよ。匂いが臭いだけで、腐ってない証拠なんですよ。サメは筋肉が傷つくと酸化するのを防ぐためアルカリ性のアンモニアを発し中和させ腐らないという。栃木とか山梨ではサメ食べるじゃないですか。だから昔は普通の魚運べなくてサメだけ運べたんですよ。臭くても調理すれば美味しいし、本当は新鮮な間に切れば刺身で食べれるし。
本から得た知識でサメは全て美味しく食べられるという。普通の魚は硬骨魚類なんですけど、サメとエイだけ軟骨魚類なんです。骨がないんで切ったら食べやすいから老人介護食とかに向いてるって言われてます。注目されてるんです。これフカヒレなんか絶対大きいですよ。これ尾びれがすごいあるから。で、釜の部分も美味しいですからね。頭美味しいらしいですよ。このまま煮込むらしいですよ。割ってで、選んところが美味しいって書いてました、ね、行きます。今日一日で一番印象に残ったシーン、昨日までは中川さんばっかりでしたけどね、かなり印象に残ったシーンがあったんで、サメも釣れましたんでね、はい、あー、危ないみたいなことじゃないです。今日得意分野なんですよね、核栄自体が。あ、そうなんですか。ね、核内容自体が結構得意な分野っていうか、ね、今日一番印象に残った一枚、サメだサメだ、かかったぞ、かかったぞ、おーいおーい、かかったぞ、あそこだ、あそこサメのあそこだ、奥奥もっと遠い、おーいもっと奥奥遠い、おーいサメだ、かかったぞ。あの、かかったのは言われなくても分かるんで、今日の中川さんに一言言いたかったのは、かかったら言わないでほしかった。サメかかった瞬間僕全然リアクションできてないんですよ。なぜか分かります。何ですか。おーい、遠くにサメがいるぞ、おーい、かかるぞ、食うぞ食うぞ、サメが食うぞ、食ったかかったぞって一番でかい声で言ってるの、それ中川さんです。言われちゃうとリアクションできない。これが今日一日僕の印象に残ったシーン、中川さんのサメがかかったぞ、おーい食うぞ食うぞ食うぞ、食ったぞ、かかったぞしかも水中カメラの中川さんが陸から言ってるのが面白いんですよ。もう正直ここまで来ると入る気ないです。どうしよう。さあ今日の食材です、新鮮食材。それでは調理開始。皮が異常に硬い、身は硬くない、柔らかいんですよ。ジャリジャリやってる。サメの三枚おろし、アンモニア臭がするって言われてるんですけど、取れたてだからなのか全然ね匂いがしない。うわ綺麗な白身ですね。誰もリアクションしない。すごい綺麗な白身だ。見てんのかなみんな。わすごい、わ脂乗ってる。内臓なるべく傷つけないように。内臓も全て食う。これがサメの肝臓、大きいですね。サメは浮き袋がないんで油なんで、これが全部これで浮かんでるんですね。肝臓が体重の大体4分の1ぐらいあるんですよね。どんな味するんだろう。肝油作りましょう。全く匂わない。なんやったら今サメより僕の方が臭いですよ。はい、よいしょ、綺麗ですね、うん、美味しそう。普通の魚は硬骨魚類、サメとエイだけが軟骨魚類なんですけど、骨が一本もないです。背骨しかないです、この一本だけ。綺麗な白身、美味しそう。歯になったじゃん、すごい重い。わあ、歯に手入れたら刺さりますよ。すごい丁寧に料理したいな。サメは美味しいんだぞっていうところを見せたい。油乗ってますね、サッシが入ってるんですよ。くるくるって油のサッシが乗ってるんですよ。この調理はちょっと申し訳ないけど時間かかりますよ。全部いただくので下処理に時間がかかる。来たらどうなんのか、骨の軟骨魚類ですからね、硬骨ではないんです。簡単に切れますね。うわ、中スカスカじゃないですか。でもサメの骨って軟骨やから溶けるでしょう、ね、あ、サメ骨ラーメン、サメ骨ラーメンやろう。面白い。うわー、ここ釜の部分がサシがサメなのにサシが入ってる。すごい綺麗に大トロみたいな。言われなきゃサメって思わないだろうな。もう結構な夜中ですよ、頭が入ってるサメの。お次はヒレ、フカヒレ、高級食材フカヒレと、ここでナス D と同じく無人島生活延長中のよいこチーム。この日は助っ人マサトが生中継用の無人島ゼロ円スタジオを作る中、新婚浜口とアッキーナの無人島ゼロ円結婚式を開催。その後夕食作りに取り掛かるが、新婚浜口とアッキーナのラブラブぶりが。イカあるで。おお、イカ好き。ゲソ焼き。ゲソ焼きしたってくれ。奥さんにゲソ焼き食べさせてくれ。あかんか。あかんか。あ、まだ生きてるぞ。吸いつく。ちょっとやってみる。
いいの？うん。本当だ、水族館面白い。あ、いたいた。まだ生きとるわ。本当だ。すごい。これがコクチバシみたいにこう。へえ。鳥の。ほら。すごいね。これはこれでうまいねんね。そうなの、食べれんの？マサルさんがずっとカッコつけてるな。左足、左足見て、左足。すげえカッコつけてんの。ずっと。まずはイカの下処理から。肝吸湿。はい。家でもこうなんかあるたびに口に出すんですか？なんか一人でよく喋ってます。パンツ一丁になってパンツマンって叫んで、リビングを走り回ったりはしてます。あの、気をつけると、めちゃくちゃ恥ずかしい。気をつけると、もう時期ですよ、アテントマンになるのアテントマン用語では操作できないのだと、ここでさばきたての新鮮なイカを肝醤油でいただくことに。うん、うま、うん、よかった、うん、だって馬ダンス、馬ダンスやった、馬ダンス。何馬ダンス？うまい時踊る馬ダンス。何それ、どうだあれお前だけは笑ってんのキッチンにやめてくれ二度と外でやんないでイカの肝醤油和えをフライパンで焼いていく。たまらず一口。はい、どうぞ。うまっ、うまっ、うまダンス。うぇ、二度とやらないでくださいって言いましたよお次はさばいた魚を網焼きに。味付けはシンプルに塩。すると浜口がもこみち風に振り出した。もこちゃん巻きする？言ってあったよ。本当に？うん。新婚夫婦が無人島で楽しく調理しているが、皆さんやっぱりあの方を忘れていませんか？なんか笑ってるし、なんかいいね夫婦って。俺も入りたいけど、ちょっとあれ入れねえな。あれ夫婦と相方という完全に世界が出来上がっているところにはさすがに入りづらい。しかも雅人は良い子と初対面。こりゃ無理だ。いやー、真に会いてえな、帰りてお水。続いて小麦粉に水を加え、よくこねていく。すると、はいはい、ゴーヒロミ出てきた粉ちょうだい、ゴーに、うん、いいね、ゴースピードアップした。まいてください。ゴーにまな板を、ゴーにまな板を。あー、面白い奥さん笑いすぎやで、ね奥さん笑いすぎやって、もうダメになっちゃうよそんな笑ったらいいんだって思っちゃうから。ごめんください。はいはいはい、ごめんなさい、まだいた。ごめん、目開ければいいのに。え、ガーください。あれさ、行くときゴーにゴーください入ってない、入ってない、入ってない、ゴーゴー。あー、面白い。妻はいますか？妻はずっと笑っています。そうですか。はは、面白いって言って、うん、夫の本気を見て笑ってますよ家には出さない夫の本気を見て笑ってますよ仕事場のテンションも家で出すってなかなか恥ずかしいでしょ。なかなか恥ずかしいね。家族にその本番のテンション見られて恥ずかしい。そうね、絶対無理だねギューって現実に返される感じがあるね。何やろうな、今言われてギューって帰ってきた。ゴーからギューって帰ってきた。全部入れます。焼いた魚と鬼だるまおこぜの素揚げをお湯に入れ、え、入れんのかいな。さらに残していたもこみち作のアクアパッツァで旨味をプラス。味見してみると、もこちゃんいる、もこちゃんいた知らんやろ、もこちゃん続いて加えるのが
よ。はい。俺の大好きな。はい。カレーや。そうです。やったー。ん？カレー。カレー、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 馬ダンスの手前のカレーダンス、カレー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 、あなた方はこれから大人になるんですよ。これをな、はい、うちの克実が見ててな、お前は昔から変わらんな言ったわ。お父さんが見ててお父さんに40超えて昔と変わらんなって言われてんの。懐かしいぐらいやったわ言うてた克実が。お前は変わらんの言うて。続いて生地を伸ばしフライパンで両面焼いていく。ああいいじゃない。仕上げは網焼き。あ固くていい。焦げ目がついたところで、おこのカレーを、はい、ここにのけます。うわ、その上に肝醤油で焼いたイカと酒で煮た切り身を乗せ再び焼いていけば、カレーピザです。ピザやー、ついに来た。さあそのお味は。うん、うまい。カレー美味しいね。美味しい、うん、いい香り。ここでアッキーナに改めてこんな質問を。夫のいいとこ何なの。いいとこだらけじゃないですか。優しいだけじゃないですか。うん、男らしい。すぐ飲むじゃないですか。そこも男らしい。夕食後、これで無人島延長戦も終了。ようやく帰宅と思いきや、おかぼけ、全然終わってへんで、まだ無人島は。カレーがまだ余ってるでしょうが。子供がまだ食べてるでしょうがやろ、それ。カレーがまだ余ってるでしょうが。そうか、じゃあスプーン。あかん。カレーライスや。いや、ライスないよ。なかったら作り出したらええやろが。この怪我した、ちょっとちょんで刺さった指で、これでちねり出せ、これで。ちょっと怪我してるんですよ、僕。いける、それぐらいがちょうどええ。ちょうどええってないね。今回赤飯や、赤飯も混じっとる。よし、じゃあもう大丈夫じゃない、今回はもう3人おるから、うん、あっという間やと思いますよ。ほかぼけ。え、言うたれ、アホかぼけって。アホかぼけ。死ねるわけないやろ。なんでやねん。死ねるわ、お前、俺とあるのや。奥さん返すの。奥さん返すよ。奥さんまでやってたら、うん、かわいそうっつってマイナスポイントになる。主婦層が、あんなこと、結婚するからあんなことさせられんねやってなってまうねん、主婦層が。待てよ、お前、あんなことなのか、これは。これはあんなことなのか。シネリアンドピースや言うてんのに。あんなことなのか。次回、1年越しのリベンジでついに念願のサメをゲットしたナスギ。ここから男の壮絶な挑戦が幕を開ける。次回もお楽しみに。皆様、チャンネル登録お願いいたします。